今回ご紹介する昭和美人は歌詞の坂井泉さん。1967年2月6日生まれ。出身、神奈川県。身長165センチ。血液型、A 型。デビュー前は、第一不動産の総務部にて約2年間 OL として勤務。その後、スターダストプロモーションに所属し、 本名のかまちさち子の名義でモデル活動を行います。まだ無名の頃はドラマやバラエティ番組などにちょい役で出演することもありました。1990年8月にスターダストプロモーションの代表取締役であった細野義郎にビーイング社長である長戸大光を紹介され、BB クイーンズの音楽コーラス対の、ちのみ家のオーディションを受けます。 オーディションでは落選するも長戸に才能を認められ、以後、坂泉として音楽ユニットザード結成の準備に入ります。1991年2月10日、シングルグッバイマイロンリネスでデビュー。以降、音楽活動を続け、負けないで、揺れる思い、マイフレンドなど9作でミリオンヒットを記録。90年代アーティスト、トータル、セールス、女性ボーカル、 アーティスト1位に輝きました。また、1997年の長者番付歌手部門で8位、1999年の長者番付歌手部門でも5位となっています。2000年以降、子宮筋腫、卵巣脳腫れ、子宮内膜症と次々に病気を患い、通院の日々が続きました。2007年5月26日午前5時40分頃、 入院先の慶應義塾大学病院内のスロープ状になっている高さ約3メートルの地点から転落し、駐車場で仰向けに倒れているところを通行人に発見されます。その後、集中治療室で緊急処置を受けますが、後頭部強打による脳挫傷のため、5月27日午後3時十分に死去しました。まだ40歳という若さでした。最後までご視聴ありがとうございました。 このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。